孫や孫やは、真の官僚。字は、昇進。号は、姿境。または、出生。番号は、丹生老人。暗記賞法要不受診出身。八百五十九年、上元として、真史となり、管理委員、おさむせんとなる。王道和と共に、公所定の定史となり、公所年間に、公部、例部、理部少書、対人格大学士、文献格大学士。 武秀殿の大学誌、佐古大臣、開始政公館、開天官政総裁を歴任した。1894年、朝鮮をめぐっての日本との緊張が高まると、妥協を主張して、開戦に反対し、図らずも、李工賞と同じ見解となった。1898年に、京市大学堂が成立すると、初代の官学大臣に任命され、総教習も兼ねた。 日清戦争の敗北後、返邦運動が高まると、孫やも欧米諸国に学ぶことを主張した。しかし、返邦はあくまでも、新朝の統治を維持するための道具であり、固有の制度は変えてはならないと指摘して、皇位や両鶏長ら維新派とは見解をことにしていた。1898年に、土の犬の政変で、返邦運動は失敗に終わったが、孫やの立場は、 温和なものであったために追求を免れた。1907年、不倫と共に、市政院総裁に任じられ、憲法制定と議会解説の調査に当たった。1909年に病死し、大夫と文章の死亡が送られた。ありがとうございます。